絶滅した恐竜の姿を巧みに再現した作品を集めた特別展が明日から倉敷市立美術館で開かれます。以前イブニングニュースで紹介した鉄の恐竜オブジェを作る男性も迫力ある作品を展示します。OK。展示室に姿を現したのは全長 4.5 メートルのブラキオサウルスの鉄の骨格オブジェです。鉄はまあその生命の誕生のこう意味もなしているようなものなんで、まあ普通の化石とは違ってあの鉄で作ったその美しさとか。倉敷市在住の三地下信夫さんは鉄工所経営の傍ら自慢の溶接技術を生かして鉄の恐竜オブジェを作る鉄骨格アーティストとして各地で作品を発表しています。一回ちょっと上がりましょうか、うん、新作を含む10点のオブジェが初めて展示されることになりました。躍動感と迫力にあふれる三地下さんの作品は美術館にとっても注目だといいます。鉄でこれだけのクオリティの高いものを再現するっていうのは珍しいアーティストだと思うんで、ぜひ市民の皆さんはじめ多くの方に見ていただきたいです。まあ、周りの作品がね立派なものばっかりなんで、まあ、負けないようにというか、それに恥じないように良い展示ができれば。会場ではこのほか恐竜のイラストや図鑑の原画、動植物の化石などが展示されています。恐竜美術展は明日から来月28日まで倉敷市立美術館で開かれます。